どうも、ソフトボーラーシュンです。今回の企画はラプソードで AX4 とビヨンドマックスどっちが飛ぶか検証してみた。はい、福岡市で唯一ラプソードを導入している室内練習場のボールハウスに今来てます。ラプソードとはティーバッティングで打った打球のこのボールを下のラプソードで打球を計測してくれます。打った打球の速度、上がっているボールの角度、飛んでいったボールの飛距離、そしてさらにはボールの回転数を測ってくれる機械になっております。今回の動画はどっちのバットが飛ぶのかということなので、打球速度と飛距離に注目して見ていきたいと思います。で、バットの紹介します。はい、これが AX4 ですね。 AX4、 はい、重さが 650g でミドルバランスのバットになります。ミドルバランス、長さは84です。はい、はい、こっちがこれがビヨンドマックスで同じ長さで 84cm なんですけど、重さが 680mm で 30g 多いです。ちょっと重たい。はい、で同じミドルバランスになります。キャッチスピードと飛距離をこのバット2本で検証していくということですね。そうです。じゃあ行きましょう。お疲れ様です。はい、
今回の検証はいかがだったでしょうか。結果だけ見ると2つのバットに差は出なかったですが、個人的な感想で言うと AX4 の方が弾きがよく、ボールに当たった後も振り抜きやすいという感じです。それに対してビヨンドマックスはボールの弾きは AX4 ほどではないですが、ボールとバットの接地時間が長いので、その分ボールに体重を乗っけやすいような感覚でした。これからもこの2つのバットを利用して試合に挑んでいきたいと思います。最後にお願いですが、この動画の高評価そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画もぜひチェックよろしくお願いします。